捜索救助に必要な赤外線カメラやホイスト吊り上げ装置などを搭載しています。本日は UH60J から救難員2名がラベリングロープを使用して地上に降り、その後機体に装置しているロープ署により要救助者を救出する方法をご覧いただきます。60J から2名の救難員がロープを使用して降下を開始しました。この方法により救難員を素早く降下させることが可能です。救難員は引き続き要救助者収容のための準備を行います。
を休止しました。ブレーキ 60J はこれより再び離陸します。どうぞご覧ください。